どうも、良い風景です。ホローナイトの実況プレイです。前回こいつ倒して、で、マップ?このね、左ちょっと進んでみたんだよね。てかもなんか長そうなんで、ちょっと切りましたという感じですね。でまあ、前回は編集気味にやっちゃったんだけど、この、涙の都の左の方ですね、スタッグの道解放しましたね。で、セーブポイントもそこにある。マップも、その辺で買いました。でその左の方に道がありますよね。なんか別のエリアに繋がってるのかな。奉仕の森に繋がってるのかもしれないですよね。こっちがスタグの道か。あ、ショートカットがここにあると。はい、まあ、とりあえずここだね。スタグの道に帰ってきました。あー、帰れますね。よし、よかったよかった。とりあえずダートマウスに一回帰ろうか。お金もたくさんあるんで買い物しよう。はい、いやなんか久々に帰ってきたような気がするぞ。なんかパートナーだ。は特にないか。パートナーっちよ。これだこれだね。ランタン買っておきましょう。ソウルの器の破片ね。これはとりあえずいいか。なるほどね。チャームではないんだ。これは優秀じゃないか。あ、ここ閉まってたのに。あ、なんかあった。あ、仮面だ。え、これもらっちゃっていいの。いや、もらっちゃうけどさ。さらにこれは白い救世主を。乙女は暗闇で目覚め、混乱しながら手を伸ばした。鋭い時があらゆる方向から伸び、すぐ下では燃えるような酸が泡立っていた。一体どんな悪夢が彼女をここに連れてきたのか。生き延びる可能性はどれほど残されているのか。彼女は身の破滅を感じ絶望した。すると遠くに何かが光った。それは輝くように明るくどんどん近づいてくる。それは棘の間を縫うように動き、泡立つ水を飛び越え乙女の方にやってきた。彼女は近くに来たその姿を確認した。白く、じゃなかった、輝くように白く鋭い角、それは美しかった。手が差し出され、彼女は抱き寄せられた。強くしっかりと。なんだこれは。ランタンがないとね、探索できないところが結構あるんですよね。まず、風鳴りの崖から行ってみますか。あと、なんか、ベンチのところに何かあるらしい。行ってみよう。こんなところに道があった。ここですね。まだなんかいろいろあるな。高貴なものよ、これはそなただけに伝える言葉。我らの土地においてその真の姿を隠すことなかれ。そなたのようなものを生み出せたのはこの王国を置いて他にない。その偉大さであらゆるものを照らし出せ。あ、とりあえずランタン光ってますね。これはなんだ。死にゆく者の怒り。なんじゃこりゃ。死を目前にした者が感じる怒りと勇気を体現したチャーム。死が目前に迫ると使用者の力が増加する。あ、これか。確かに何かがあった。ここはなんだ。あ、でもここ来たことないぞ。人がいる。人?え?トスタックか。おお、よく来たな。ふむ、強力な戦士の気が近づくると思っていたが、世界の頂きにある私の聖域を見つけるとは大したものだ。これまでに多くの試練を乗り越え、多くの敵を打ち倒してきたのだろうな。釘師メイトって書いてある。いや、何も言わんでいい。偉大なる釘の聖者から、じかじかに教えを受けたこの私、メイトがお前を弟子にしてやる。今すぐ訓練を始めるぞ。あ、奥義。じゃあ学びましょう。戦闘かな。うおー熱いイベントだった。サイクロンスラッシュ長押し。なるほど。お前の方見事だ。死が私に奥義を伝授した際もこういう気持ちだったのであろうな。これからお前のことを自分の子供だと思って構わんか。構わんよな。お前が
勝手だね。お前が私の奥義を実行するのを見たとき、私はお前との間に強い絆が生まれるのを感じたのだ。お前のような弟子を持つことはこの上ない喜び。礼を言うぞ。バム、フィンネル。なんかいい感じだね。これか。なるほどね。まあ使いどころですかね。さあ、この先だ。この先ですね。暗くていけなかったんだよな。そういうところがたくさんあるから、今回そういうの見ようか。なんかすごいとこだな。綺麗ですね。蝶がいっぱいいるみたいな。そういう感じなのかな。救急車来たけど。あ、え、なんだこれ。ジョニーの福音、ん？ジョニーの祝福。これからコスト高いぞ。心優しき端者ジョニーによって祝福されており、青い血を生命に吹き込む。身につけるものの体を強くし、より大きなダメージを耐えられるようになるが、ソウルをフォーカスしてライフを回復することができなくなる。あー、そうなんだ。なるほどね。まあでも、ボス戦によっては回復する場合じゃないときあるから、そういうときにいいか。はい。これだ。チャームスロット。ん？買えない。チャームを18個手に入れたら売ってあげる。つまりあと2個。あ、ほんと。わかった。じゃあ安いやつ買う。重心安定。あー、なるほど。あとは？うん。体力を向上させてくれる。これは、ソウルの活用法？霊媒師の石って書いてあるな。必要スロット高すぎるけど。まあいいか。買っときましょう。はい。スロット買っとこう。うん。なるほどね。チャームの数によってスロット変えるんだ。商売上手だよね。じゃあ何か入れておくか。あ、トゲ入れとくか。はい、この先。ずっと行けなかったんだ。マップの子だね。あ、今回はこういうのちゃんと見ようかなと。あ、字を入れるとそこは開く。そこなんか下に変なのいるね。どうする？見るべきだよね。見るべきだよね。明らかに。ちょっと待って。右新しいとこだ。下気になるわ。なんか変なのいる。倒せるか。あ、倒せるね。あ、ジオがたくさんあるのか。なるほど、なるほど。さっきお金たくさん使っちゃったんで。これありがたいか。あ、なるほどね。やっぱ危険なところに行くべきだね、積極的に。ここは何なんだ。あ、水晶山って書いてある。ちょっと待って、ちょっと待った。新しいエリア来た。新しいエリアは次回やる。はい、緑の道のこの辺りだね。その右の方も確か暗くて進めないので、今回はしっかりそこも見ておきたいかなと。ここか。行ってみよう。ここは新しいエリアってわけじゃなさそうだよな。聖域と書いてある。音楽はない。ボス、いそうだよね。いるかな。あ、なんだ。石が顔の形に削られている。それだけか。とりあえず、右下行けるか。上も？あ、上も行けるな。それ、トゲが上にあるな。何があるんだ。その下気になるね。どうする？しかし、まずこっち見るか。あ、いや、右でも何かあるな。右は正解と見た。下を見る。あ、なるほど、なるほど。こういう風になっているのか。さあ、では、この先行ってみますか。何があるというのか。ん？
あ、何かある。あ、破片だ。よしよしよし。あ、でもこれだけか。はい、カマキリ族の村に戻ってきたぞ。この下に何かいるってことだ。さあ、この下だよな。上は何かあるのか。あ、ショートカットか。これが一番ショートカットだな、おそらく。それボスなのかな。挑戦するってあるな。キーか。あ、行かせてくれないんだ。まあいいか。じゃあ挑戦しますかね。カマキリと、おう、うお、すごい攻撃だ。うわ、なるほど。難しいぞこれは。ダメだ、難しいな。1体倒した。ほら2体か。うわっ、きつい。さすがにきつい、きつい。2体はきつい。ナムさん、はい、ジョニーの修復早速使います。これで戦う。さあ、かかってこい。あ、回復取れないんで、弾を使っちゃっていいな、多分。あ、それはダメでしょ。なぜかそれを蹴られた。でもまあいいや。さあ、かかってこい。まとめて相手してやる。やったぞ。ふう、下僕になるか。よし、何かいいものくれるのかな。なら生かしといてやる。さあ、何があるというのか。しかしもう HP がない。これ以上戦闘になるのはきつい。あ、なんだ、暗闇の巣。あ、新しいエリアに行けるみたいな。その上はいけないな。とりあえずそこなんかヤバげだ。こっちはいけるようだな。回復的なもんないと死ぬけど。出直した方がいいかな。なんかいる。いや、なんかいるぞ。あ、あらあらら、コニファー。全く薄気味悪い場所だ。道は暗くて迷路のようだし、突然凶暴な生き物は飛び出してくるし、しっかり準備は整ってないのであればさっさと立ち去った方がいい。だがもし先に進む自信があるというなら私の地図を買っていかんかね。あ、じゃあ買いますか。安い。自信がないのか。うん、今ね、コンパス外しちゃってんだよな。どうするか。かなり広いってことか。なるほどね。まあいいか。じゃあいいや、今回はここで終わりにしよう。うん、と思います。というわけでご視聴ありがとうございました。あ、次回はここではなくて別のところ行きます。